はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 聞き流し、福祉住環境コーディネーター2級の32回目となります。今日はですね、段差の解消と手すりの取り付けについてやっていきたいと思います。福祉住環境コーディネーター2級の32回目です。聞き流し、段差の解消と手すりの取り付けについてです。1番です。建築基準法では、地面から湿気を防止するために、1回居室の木造床面を 直下の地面からどれだけ高くするように定められているでしょうか原則450ミリ以上を高くするように定められているんですね。まあ、45センチ以上を直下の、えーまあ、地面からあ高くするようにということですね。この辺ちょっと覚えておいてくださいね。2番です。このため、ほとんどの住宅では何が生じているでしょうか 屋外に門扉から玄関までのアプローチ、玄関ポーチ、玄関度の下枠の段差が生じているんですね。3番です。玄関で靴を脱ぐという日本独特の生活習慣と、建築基準法により床面が地盤面より高くなるため何が生じているでしょうか 玄関の上がりかまちの段差ですね。まあ、よく玄関入ると、まあ、靴を脱いで、まあ、一歩二歩と、こう、ちょっと二段ぐらい上がるところがありますよね。あれを上がりかまちと言うんですけれども、まあ、往々にしてですね、日本の家屋というものはそういう玄関の上がりかまちの段差がありますよね。4番です。えー、和室床面が洋室床面より、 10から40ミリ程度高くなっているのはなぜでしょうか畳の厚さと洋室床面の仕上げ材の厚さが異なるためなんですね。まあ和室と洋室が隣り合ってですね。えー、まああの、ある、こう、床の場合は10センチ、あ、1センチから4センチ程度高くなっているんですね。これは畳の厚さ。 とえー、洋室床面のの仕上げ材厚さが異ななるためなんですね5番です。浴室の出入り口の段差はなぜあるでしょうか、えー、洗面脱衣室へ湯水が流れ出ないようにするための工夫なんですね。6番です。1階居室の、えー、床高さを450ミリ未満にするにはどんなことが必要でしょうか 防湿ドマ、ま、コンクリートやベタ基礎など、床下部分に地面から湿気を防ぐ対策を講じた場合、450ミリ未満にできるということなんですね。7番です。和室と洋室との段差、10ミリから40ミリはつまずきの原因となりますが、その解消法は何でしょうか右の写真というのようなものですね。ミニスロープを設置。 するのが、まあ、割と一番簡単な対性法と言われております。8番です。ミニスロープ設置以外に和室と洋室の段差をなくす方法は何でしょうか、えー、合板などのかさ上げによる段差の相性となります。右の写真で表しているんですが、ちょっとわかりにくいんですけれども、えー、右の、右上の写真では、えー、右上がですね、 あの、畳で、えー、左の方が、あのー、まあ、フローリングとなってますね。普段、普通だったらですね、ここに段差ができるんですが、合板などのかさ上げによって段差を解消しているということになります。9番です。引き戸の敷居段差の解消には、どんな方法があるでしょうか ?2 つ答えましょう。はい、1つが床面にフラットレールを取り付ける。 え右のですね、あの図になりますが、えー、これがまあフラットレールというものなんですけれども、ちょっとこう浮いてるんですね。浮いたところにレールがあって、まあ、引き戸自体が浮くという形ですね。こういうもの。そしてもう一つが、V 溝レールを埋め込むということですね。これがあの右下の写真ですね。えー、引き戸が2つありますが、えー、V 型になったレールの溝。 があって、そこをこう、まあ、ああの、走るというような、そういった形ですね。こういうものが、引き戸の敷居段差の解消となります。10番です。右の、あ、ごめんなさい。体の位置を移動させるときに、手を滑らせながら使用する手すりを何というでしょうか。主に階段や廊下に使用されます。はい、ハンドレール。 と言いますね。この右の写真のようなものですね。階段であったり廊下に、まあ、横にこうずっと流れているような手すりのこと、ハンドレールと言います。11番です。体の位置はそれほど移動させませんが、異常動作や立ち座りの動作の時に、しっかりと捕まって使用する手すりを何と言うでしょうか。右下の写、えー、図のようなものですね。えー、トイレとかですね、新商社用トイレによくあるようなものですが、何と言うでしょうか。 グラブバーと言います。12番です。ハンドレールの場合、手を滑らせながら使うため、太い方が良いです、えー。直径は何ミリ程度必要でしょうか ?32 から36ミリ程度の直径があります。13番です。グラブバーの場合、しっかりと握った時に、親指と他の指先が軽く重なる程度が適切です。 直径は何ミリ程度必要でしょうか ?28 から32ミリ程度となりますね。グラブバーの方が直径は、まあ、あの、短いというか、えー、直径少ないんですね。14番です。手すりの材質は屋外の場合、どんなものが適しているでしょうか樹脂、被覆性ですね。えー、性、 があり感触も良いということですね天候に左右されないというか、えー、そういったことそしてまあ触り心地も良いので樹脂の被覆性ということがいいですね15番です屋外ではどういった材質の手すりは避けた方がいいでしょうか金属製ですね冬に冷たくて夏暑く感じますのでね金属製の手すりは屋外では避けた方がいいとなります 16番です。屋内の手すりの場合、トイレや浴室などの水回りはどんな材質が良いでしょうか樹脂、被覆性ですね。耐水性があり、濡れた手で握っても滑りにくいということですね。17番です。屋内の廊下や階段の手すりはどんな配慮が必要でしょうか使い勝手のほか、 質感や衣装をインテリアに合わせるなどといった配慮が必要となります。18番です。廊下や階段などで使う手すりの端部で望ましいのはどんな形状でしょうか、えー、右に写真がありますが、手すりの端っこですね。それはどういう形状が良いでしょうかはい、えー。壁側に曲げ込んで収めているものですね。 19番です。エンドキャップを取り付けるだけでは、なぜ望ましくないんでしょうか右のようなですね、エンドキャップという,う手すりの端っこに被せるものですね。これだけではなぜ望ましくないでしょうか、はい、体をぶつけたり、衣服の袖口を引っ掛けて転倒したりするなどの危険があるためなんですね。20番です。 廊下や階段で主に使われる横手すりの設置の高さはどの基準となっているでしょうか手すりの上端を利用者の大腿骨大天使の高さですね。通常750から800ミリに合わせるとなりますね。21番です。横手すりでは、えー、受け金具ですね。上と手すりを取り付ける金具はどの部分に取り付けるでしょうか 手すりをハブから受ける金具で取り付けるということですね。えー、これですね、米印ですが、横から受ける金具では滑らせた手が金具に当たるためなんですね。こう、横手すりの場合、まあ、手をこう滑らして歩くわけなんですが、金具がですね、横についていると滑らしている手が金具に当たってまあ邪魔になるというか、えー、滑らせづらいとなりますんでね、下から受ける金具をつけるとなります。 22番です。縦手すりの設置の高さは、縦手すりの、まあ、下ですね、下端をどこに合わせるでしょうか横手すりと同様に、利用者の大腿骨、大天使の高さですね、通常750から800ミリに合わせるとなります。23番です。縦手すりの上端の高さはどれぐらいが適切であるでしょうか 利用者の肩の高さより100ミリ程度情報にするのが適切ですね。まあ、自分、えー、利用者さんの肩の高さより10センチ程度情報にあるのが適切となります。24番です。手すりの取り付ける位置についてはどんな工夫を行うでしょうか取り付ける位置には、堅固な、えー、壁、えー、下地補強を行うとなりますね。 えー、それはなぜかというとですね、取り付けるときに、まあ、あの、硬いですね、壁下地補強じゃないとすぐ外れやすいんですね。えー、ネジ、ネジがもう取り、取れやすかったりとかですね、手すり自体がこう強く持ったときに体を支えるために持ったときにもうグラグラだったり外れてしまってはどうしようもないですよね。ですから、壁下地を補強するというのが、ま、重要となります。25番です。 壁下地補強ではどんなことに留意するでしょうか利用者の身体状況が変化して、使いやすい場所が変わっても対応できるように、あらかじめ広範囲にわたって補強するのがまあ良いと言われております。一、まあ、回ですね、壁下地補強をまあやってもですね、あの利用者の身体状況が変化して、他のところにもですね、まあ、手すり等をこう設置する場合ですね、 あの、壁下地補強がないところだとなかなかこう使いづらいというか、えー、変化しにくいんですね。ですから、ある程度広範囲にわたって補強しておくというのが、まあ、重要となります。26番です。在来工法、軸組み法の場合、間柱には何を滑るべきではないでしょうか。えー、右下にちょっと図があるんですが、 えー、日本の家屋は、まあ、在来工法の作り方が多いと言われているんですが、えー、その柱っていうのがあるようですよね。柱はこう、まあ、割と太くてですね、大きいんですけれども、その間に、間柱という、こう、普通の柱よりも、えー、こう、細い柱を使うという工法が、まあ、在来工法、軸組工法なんですが、その間柱には何をするべきではないかということなんですね。 この間柱には何をするべきではないでしょうかはい。手すりの受け金具を止めるには適していないということですね。柱に受け金具を止めるのは全然 OK なんですが、間柱は細いので厚みがないので、金具を止めるにはちょっとこう物足りないというか、えー、止めるになかなかですね、あのー、あんまりこう幅がないんで適してはいないということになります。 はい、えー。今回ですね、テキストの32、段差の解消と手すりの取り付けという内容で動画を作っています。日本家屋の住環境整備における段差の解消と手すりの取り付けについてですね、かなり網羅しております。まあ、段差の解消と手すりの取り付けって住環境整備の本当に基本の中の基本なんでね、一問一答を作っていますのを全て覚えてくださいね。 はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。聞き流しやながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分、20分でもいいのでね、えー、毎日少しずつ、少しずつやって、えー、実力をつけてください。はい、復習環境コーディネーター 2Q のテキスト動画、まだまだ開けていきますので、よろしくお願いします。以上です。